そしてミックスペア、日本の斉藤瑞希、北爪リリというこのペアが20点台 20.250 で優勝しました。まあ、上田さん、それぞれシングルのね、活躍をしている2人がペアを組むわけですから、強くて当たり前かなと思ったりするんですが、そうですね、やっぱこのペア部門というのは個々のスキルも求められるんですが、男女間だったりペアらしさというのが求められますので、そこの、芸術的な部分もすごく、大変なので楽しみです。一人一人じゃなくてやはりね、ペアとしてということですね。そうなんですよ、ミックスペア2大会連続2回目の優勝を目指します斉藤北爪ペアです。今のトリプルイリュージョンも綺麗に揃ってましたよね。タイミングもバッチリですね。このジャンプだったり行う技のタイミングが本当に一致性が素晴らしいです。ここもアイコンタクトをしてからのこう動作に入るというところにペアらしさを感じますね。ピタッと合ってますよね。はい、斉藤選手、北爪選手、このペアを組んで年々ペアらしさが増しているなという印象があります。ああ、そうですか。はい、こういうちょっとしたところで目を合わせることによって何かこうペアらしさがぐっと伝わるものでしたり、こういう床でのペアらしさの表現っていうのも見てて何かこういいですよね。このヘリコプターからの技もピタッと決まりました。今回は栄光をつかむまでの過程を描いた作品、そこの演技を見てほしいというこのペア。はい、2人にぴったりですね。このラストのつなぎも何かこう2人の思いをつなげてからのポーズというところが伝わりますね。満足そうな2人の表情です、はい、すごく気持ちよく演技をしている印象があります。20.250 という唯一の20点台が出ましたし、しかも芸術点が9点出ましたもんね。はい、そうですね。こういったちょっとした些細なところでペアらしさを出しながら、ここの本来移動を出すジャンプでも、斉藤選手がペア仕様にコントロールしているのもスキルの高さが伺えますね。男子と女子とスピードとか特徴ちょっと違うわけですから、合わせていくっていうのも難しいですよね。そうですね。で、ここのラストのフィニッシュも北爪選手の持ち味の表現力を存分に引き出してのポーズを見せてくれましたね。斉藤北爪ペア貫禄の2大会連続2回目の優勝です。